はい、よろしくお願いします、今回は高校受験対策の詩集シリーズ第15弾をお送りします。で、今回もね、実際の受験問題を使ってやっていきます。で、この10問やりますので、ぜひね、一回ここで動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では画面下げますのでお待ちください。いくよ、よいしょ。 で今回なんですけど、あ、ちょっとまたね、問題外しちゃうんで、あのツイッターの方でね、チェックしてみてください。で、10番なんですけど、これちょっとチャレンジ問題として、詩集なんですけどね、あの入れちゃったんですけど、チャレンジ問題で受け取ってほしくって、あの10番サイコロ3つなんですよ、確率なんですけど、結構珍しくって、ただサイコロ3つの問題ってないですかっていうリクエストを結構いただくんですね。なので、まあ、今回ちょうどね、過去問であったんでここに入れてみました。なので若干ね、難易度高いんですけど、10番に関しては、もしよかったらね、こう解説聞いてみてください。ごめんね、喉はまたね、ちょっとおかしいんですけど、じゃあ行きましょう。で、まずは計算ですね。この辺はサクッといきましょう。 6x-x なんで、まあ、6-1 をして 5x で OK です。ちょっと後半ね、長くなりそうなんでサクサクいきましょう。次、計算、まあ、引っ掛けはこれですね。計算の順番間違わないでねっていう、掛け算を先にやりましょう。カッコ -2×4 が -8、 6プラス -8 になるから、これを計算してマイナス2となります。で、次のルートの足し算引き算ですね。で、ルートは基本的に出てきた時にほにゃららルートほにゃらら3ルート2とか、そういった形に直せないかなっていうチェックをしてください。で、今回に関してはルート45、これが直せます。45は9545です。 9×5、 9が3の2乗なので3が出てきて3ルート5に変わります。一応書こうか。3ルート5。で、後ろはそのままですね。ルートの足し算引き算っていうのは、ルートの中身が一致すれば、その x と同じように計算することができるので、3-2をしたら1ですよね。1ルート5とは書けないので、1を書かずに、ルート5として、これで OK です。で、次が、x が18の時にこれを計算しなさいってやり方です。で、この x がほにゃららの時に、まあ、これを解きなさい、あと値を求めなさいっていうのは、基本的にもう因数分解ができます、これ。だから今回も、因数分解をしていきましょう。かけてマイナス16、足してマイナス6になる数字のコンビを探します。で、かけて16は、ま、8に16とか、4、4、16ってありますけど、8と2を使って、こうね。で、足してマイナス6にするには、こっちマイナスで、こっちプラスにすればいいよね。そうするとマイナス6でかけてマイナス16になるので、こうなりましたと。で、こうしてから、x に18を入れてください。そうすると、左の括弧は、18-8 だから10です。ここには掛け算隠れてます。だから、かける、18足す2で20。だから 10×20 で200と。これの方が絶対に計算ミスが減ります。ただし、普通にここに入れてね、18の2乗マイナス 6×18 マイナス16を解いても絶対200になります。ごめん。だから、実際の入試の時とかに、まあ一回やりましたと、こっちのやり方で、まあどっちでもいいですけど、で、一通り終わって見直しをするときに、あえて違うやり方でやってみてもいいかもしれない。一回目こっちでやったから、じゃあ二回目ちょっと普通に代入して解いてみようかなって。で、二つのやり方やって両方答えが一致したら結構な確率で合ってると思います、それは。ね、さすがに二個計算して同じミスするってなかなかないので、まあ、チェックの仕方としてはぜひね、使ってみてください。ちょっとこれ消しとこうか。8番に被りそうだね。よいしょ。で、次5番が、これを解くんですけど、まぁ、x 2乗に係数がついてるんで、ほぼほぼ解の公式ですね。で、使っていくと、x イコール2a 分の a って3ね。2a だから6分のマイナス b。これの符号を変えたやつだから、マイナス7、プラスマイナス
ルート B2乗-4ACが来ます。 B7の2乗で49-4AC はマイナス 4×3×1 です。だからマイナス12で、ルートの中をきれいにするとルート37で、ここは直せることもあるんですけど、ルート37で何も出せないので、今回はこれで OK になります。で、次、連立方程式ですね。まあ、これどっち合わせても簡単なんですけど、下に2をかけて Y 消しに行きますか。だから下の式に全体2をかけます。ちょっとサボってごめんね。ここ14に変える。で、引き算すると Y が消えるので下入るよね。ここ X イコール4となります。で、それを、まあ、元々の下の式の方が簡単かな。 X 足す Y イコール7だったよね。だからこれを入れると4プラス Y イコール7で、これでいくと Y イコール3なので、答え X イコール4 Y イコール3とこうなります。で、いつも言うように連立方程式っていうのは合ってるかどうかが確かめられるので、自分が出した答えを上の式と下の式に代入して、左辺と右辺の数字が一致すれば必ず合ってます。両方やってね、チェックはね、必ずね。ちょっと今回時間短縮でやらないですけど、よし、次行きましょう。で、ここからちょっと本番ですね。7、8、9、10。まず7番が、変化の割合です。で、今回ちょっとこれを書いたんですけど、問題文に2次関数の y イコール2分の 1x2 乗が x が1から5まで移動すると変わるときの変化の割合と、1次関数 y イコール ax プラス2だよね。そう。の変化の割合が一致したって書いてあるんです。で、ここで大事なことは、2次関数、1次関数、それぞれの変化の割合の出し方を覚えてください。これ簡単なんで。で、まず2次関数上ですね。ほにゃらら2乗の方。これは必ず、x がほにゃららからほにゃららまでっていう数字がセットで出てきます。今回だったら1から5まで増加するときって書いてあるでしょ。そしたら、ここの数字を足して、この数字をかけてください。x2 乗にくっついてる数字ね。だから今回は1たす5で6かける2分の1なんで、こっちの変化の割合は3なんです。これが2次関数の変化の割合の出し方。足してかけるね。で、1次関数の変化の割合の出し方。これは出し方ってよりも、ここにくっついてる数字が変化の割合そのまんまです。なぜなら、1次関数っていうのは、ここの数字、まあ今 A ですけど、これが変化の割合と傾きって名前です。2つ持ってます。後ろが切片です。だから、A なんです、こっちは。で、今回 A いくつって言われてるから3イコール A。つまり、もうそのままだよね。A イコール3です。これで終わり。この2次関数と1次関数、それぞれの変化の割合の出し方ね、ぜひ覚えておいてください。はい、で、8番です。ここちょっと難しいですね。まあ、ああいう形のチョコがありますと。で、チョコの8分の1の量をもらえるって、いや、そんなん測れんのって思いますけど、もらえるらしいです。で、その頂点を含む上の方ね、上のポチョって方、8分の1くれるんだって。で、その時に、どこで切ったらいいですかっていう。まあ、ここですよね。ここをどこで切ったらいいっていうのを聞かれてる感じ。で、今回のポイントとしては、8分の1ですよね。で、これ言い換えると、自分が今からもらうここの体積が全体の8分の1なんだよ。だから逆に言うと、全部の、この全部ね、は、この青いちっちゃいやつの8倍になります。で、これは掃除のとこで勉強する体積比ってやつになるんです。体積比。これが、ちっちゃいの対大きいのでしょうか？ちっちゃいの。が、1だったら、大きいのが8になります。この8分の1ってとこから、ここに持っていけるかが大事。で、体積比から相似比を出す方法がありますね。これは、相似比。体積比が1と8です。この数字特徴があって、8っていうのは2の3乗です。1も2の、これ1は1の3乗です。
この3乗と3乗を取ったものが相似比なんです。こうやって出すことができるってことは、今 x 出したいですよね。ちょっとここで切りましょう。今立体の話をしてますけど、平面の話に変えます。ここですね。ちょっと取り出そっか。こうなってて、まあ、この辺に切ると思うか。で、ここは x なんですよ。で、全部で今8なんですよね。問題文に書いてあったね。こうなってる。で、上の三角形と全部の三角形の相似比が1対2なんです。つまり、ここ対全部も1対2なんです。相似だから。だから結局、1対2イコール、x 対8って式を作ることができる。8分の1って話からここまで持ってこれるかが大事なんですけど。で、ここにしてしまえばなかなか外外なんで、2x イコール8。だから、x イコール、まあ、x でいいか。4。これは何センチって書いてんだっけ？あ、じゃあ単位つけようか。4センチメートルと。これで終了です。この体積比と相似比ね、の関係、ぜひね、覚えておいてください。問題9番でございます。これすごく有名な問題です。与えられてる、情報が48度です。で、もう一個が、ここが、両方とも、角の二等分線で来てますと。で、これはですね、まあ、どうしようかな。ここの角度に×って書きましたけど、ここ B だったから、ちょっと違和感あるかもしれないけどごめんね。角度 B と B にします。角の二等分線なんで同じだからね、角は。で、右も二等分線なんで、じゃあここ C と C としましょう。今、おっきい三角形でちょっと見てください。おっきい三角形。上に48度使いました。三角形全部で180なんで、180から48を引くと、132ですよね。その132度を、ここの右下と左下で使うじゃないですか、当然。おっきい三角形で考えたときに。ってことは、今ここ B が2つ分なんで 2B だよね。と、右の B、あれ C2 つ分で 2C を全部足したら132度になるはずなんです。この図から考えると。で、これ全部2で割ります。そうすると、B 足す C が66ってわかる。これ何を言ってるかっていうと、下の三角形に話を変えます。ここ。下ね。B たす C が66なんだよ。ここが何度かは分からないけど、こことここを足したら66が分かる。じゃあ、X 残りはって言ったら、これも青も三角形なので、180から66を引いてあげれば、BC を引いてあげれば、X が残るんで、114度。これが答えになります。この二等分線からね、持ってくる方、すごく有名な問題なんでね、これぜひできるようにしてください。はい、で、ラスト。これもチャレンジ問題として受け取ってください。もう。で、サイコロ3つはなかなかね、今見なくなりましたけど、ひとまず、知識として持っといてほしいのが、よく出てくるのはサイコロ2個です。で、サイコロ2個の時、ちょ、サイでいい？あ、ごめん、サイ、だけじゃダメ、サイコロ2個って書きたかった。サイコロが2個の時っていうのは、分母は6636です、確率ね。で、サイコロ3個っていうのは、6×6×6 になるので、216になります。これ、高校になるとよく出てきます。サイコロ3個っていうのはね、ザラに出てくる。で、サイコロっていうのは基本的に2個も3個も同じで、分母が決定してるから、あとは該当する、当てはまるやつを探せばいい。全部樹形図書く必要なんてない。ないから、どれが当てはまるかなっていう。で、今回ルールとしては、一番上に P があるんです。18個点打ってあるんだけどね。で、サイコロ3回振るんですけど、振るたびに、奇数だったら、こっち。つまり、1、3、5が出たら左に回って、2、4、6だったら右に回りますよって。で、3回やった時に、P に戻ってくるの、いつだ、確率はいくつって聞かれてる。だから、探しに行きます、これ。で、地道に行くと時間かかりますけど、行きますよ。サイコロは一番左。
1が出るってまず固定します。で、1が出たら今ここにいますよね、1なんで。で、チェックの仕方は11ほにゃらら、12ほにゃらら、13ほにゃららって確認していきます。で、まず11って決めたら11なんでここにいる。 P に戻るには2が出れば戻れるよね。112だから、12だからね。つまり112が OK。 じゃあ12の時はって考えると、12でトントン、1で戻ればいいから、121がいけるじゃんって。こうやってやっていく。地道でしょ。いくよ。13です。次13だから、1234で戻れる、1234みたいな。で、この辺でちょっと気づくと楽なのが、112と121が戻れるじゃん。組み合わせが同じだから。だから、134がいけんだったら、143もいけるよねって考えると楽になる、ちょっと。だって、組み合わせ同じだもん。出る順番違うだけだからね。じゃあ、15はってなると、1、1、2、3、4、5まで来たけど、6で、1、2、3、4、5、6で戻れるから、156。つまり、165もいけるよねっていう。で、これだけ見ると、もうチェックしんどってなるんだけど、減ってくから絶対。中学校の問題だったら。いきますよ。2いきます。2が出るから今ここにいます。2で、1だったら、2、1だったら戻れるね。じゃあ次2の時はどうかなって考えると、2、1、2だから、よっしゃ、4って思うんだけど、4は右に回っちゃうんで、1、2、3、4でいけないんだよね。戻ることができないから2はできない。じゃあ3はって。1,2 で、1,2,3 って戻るんだけど、1出したいんだけど、1は左に回るから戻れないんだよね。で、チェックしていくの。で、4も行くんだけど、2でしょ ?1,2,3,4,6 で戻りたいけど、6は右に回るから戻れないみたいな。で、2,5 も、1,2,5 は左だから、1,2,3,4,5 なんだよ。で、1,2,3 って戻りたいんだけど、3は左に回るから戻れないみたいな。ってやっていく。で、2,6 はもう2と6で8までいってるから戻れる可能性がないんで、もう2の時これしかないんだよね。はい、ガンガンいきましょう。頑張るよ。3ね。で、次は3なんで、1,2,3。3、1ってくると、ここが4で、1,2,3、あれ。1,2,3で1だから、1,2,3,4で戻れるんだよね。で、分かったら下の方に、じゃあ4,1もいけるよねって書いちゃうといい。じゃあ2の時はって、1,2,3です。で、1,2なんだけど、1だと戻れないんだよね。だから3、2はダメだと。じゃあ3,3はって、1,2,3、1,2,3、6で戻りたい。1,2,3,4,5,6戻れるじゃん。だから3,3,6みたいな。で、3,5は3と5で8まで行くからダメ。で、あ、ごめんなさい、いいんだ。ごめん。3,3,6の時やればよかったね。逆の3,6,3もいけるから OK みたいな。さ、時間がやばいね。あ、俺のね、ビデオのね、充電がなくなりそうなの。で、4,1行きます。4行って1戻る。で、1、あれ、待って、4行って1戻って1,2,3で戻れるから、4,1,3。だから4,3,1もいけると。で、4,2だと、4,2で6まで行っちゃって、6で戻れないんだよね。だからダメ。で、4,4は8だから戻れない。で、4,5も、4行って1,2,3,4,5なんだけど、1で戻れないんでダメ。4,6もダメだから、これで終了。はい、5ね。で、5行くと、1,2,3,4,5。で、ごめん、5,1か。5,1で6で戻ることができるから、いける。だから、5,6,1も書いとく。で、1,2,3,4,5。2で戻る。1,2。で、1,2,3って戻れないんで、2はダメ。で、5,3も8だからダメみたいな。全部やろうか。で、5,4。1,2,3,4,5。4で戻ります。1,2,3,4。でも、1が戻れないんでダメ。で、5,5も10になるからダメで、これで終了。で、ここまでやって気をつけるのが6なんだよね。6が、6,1でしょ ?6 でここ、1で戻る。6が ?3,4、ここが。1で戻って、1,2,3,4,5で戻れるからいける。だから6,5,1もいける。で、6,2は8になるからダメでしょ。で、6で、1,2,3。1,2,3だったらいけるから、6,3,3がいける。で、6,4だと10だからダメで、6,5も確認した。で、6,6だ、ここなんだよね。これが6,6,6があるんです、これ唯一。全部6回ると18で一周できるんだよね。
で、ここまで頑張って最後で落とさせるっていうね、なかなか鬼畜なんですけど、これ。っていう感じで、最後の問題で何分喋ったかわかりませんが、確認しましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19個。で、分母216って分かってるから、これで終了。これ約分できないんで、これで終了となります。もちろん、規則を見つけて解く方法もあるんですけど、地道にやるんだったらこれでいけます。いいかな？ちょっとめんどくさいなって印象が残ると思うんですけど、もし出てきた場合は、こういう風にやっていくんだっていう方法だけ確認してもらえたらと思いますので、まあ、こんな感じでございます。では、今回はね、高校受験対策の刺繍シリーズ第15弾お送りしました。長くなりましたが、最後までね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。で、また刺繍シリーズとか他のシリーズも撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もぜひね、ご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。